アサド・マジード・カーン中米パキスタン大使館主席講師、アサド・マジード・カーンはパキスタンの外交官、2019年1月より中米パキスタン大使、九州大学にて博士取得。1986年から1988年にかけてラホールで放送家として勤務。その後、外務省に入省。 1990年から1991年にかけて日本で語学研修。1993年から1996年にかけて中日パキスタン大使館で二等書期間。1998年から2002年にかけて九州大学法学部で修学、国際経済法と国際商法の博士を取得。2010年から2011年にかけて 外務省の国連局局長、国連の持続可能な開発会議局の副議長。2012年3月から2015年9月にかけて中米パキスタン大使館の主席講師。うち2013年5月から2014年1月にかけて臨時代理大使。2015年9月から2016年2月にかけて外務省の西アジア局局長。 2016年6月から8月にかけて外務省の北南米局局長2017年より中日パキスタン大使同年8月17日皇居で新任状を法定2018年10月26日パキスタン政府がカーン大使を直中米大使に指名する2019年1月11日 アメリカ合衆国ワシントン DC のホワイトハウスでドナルド・トランプ大統領に新任状を法廷し中米大使として正式に着任した。2017年8月17日、皇居で新任状を法廷し中日大使として正式に着任。同年12月12日、日本記者クラブからの招待を受けて記者会見を開いた。 2017年12月18日、安倍晋三内閣総理大臣が日本語を話す、中日各国大使23名及び、次期中日大使1名を総理皇帝に招いて、昼食会を主催したが、カーン大使も参加した、各国大使のうちの一人であった。また、2018年12月14日に開催された昼食会にも、カーン大使が参加している。 2018年4月10日、自民党動画チャンネル、キャファスタが配信する、竹井俊介司会の番組、ディスカバーワールドインキャファスタに出演。2018年4月13日、福岡県庁にて、小川陽健知事を表敬訪問。その後、福岡を拠点に活動するジャーナリストのふまゆん、AM ガールからインタビューを受ける。ありがとうございます。